平沢活営大臣、中国に激怒、福島と葛飾北斎を侮辱で。先日、中国外務省の報道官が福島原発の処理水の海洋放出に関連し、葛飾北斎の会が浮世絵を侮辱した問題で、本日、平沢復興大臣が記者会見にて、次のような発言をいたしました。私は、報道ベースで知りましたけれども、かなり事実を売却して、 何か汚染させるというような感じで、しかもあの大変な名画を冒涜するような形で報道したということは、一言で言えば極めて遺憾というか、極めて残念だなと思います。外務大臣の方が抗議しているようですけれども、もちろんこれは外務大臣はもう日本国民を代表して抗議されたんですけれども、私の立場でも強く抗議したいと思っておりますとなっておりまして。 この中国側の動向に日本政府が激怒したことを受け、中国側は動向を削除するどころか、ツイッター上において常に一番上に表示されるように固定してしまい、さらに日本側を挑発してしまっております。日本政府には中国政府に対して動向を削除するよう要求するだけではなく、 このような問題が二度と起こらないように、Twitter などの SNS において中国政府がプロパガンダを垂れ流すことができないように、中国政府の全てのアカウントの削除を要求し、必要があれば法整備も行い、速やかに抜本的な対策を講じていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。